はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回は信長の野望創造小早川秀明でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、九州の備前方面から、着々と勢力を伸ばしてですね、四国に上陸、ここはもともと藤堂家があった黒瀬城、伊予の黒瀬城奪取、その後ですね、阿波にあった八塚家を、攻撃しようとしようと思っていたんですが、先に宇喜多家に先を越されてしまったというのがありですね、一挙に、尾張名古屋城に進出を果たしたというのが前回になります。で、今回はですね、この続きになるんですが、まず福島の、清洲城ですね、ここを攻略していきたいかなというふうに思っていますので、援軍出しつつ、さらに自領からも攻撃隊を出しながら頑張っていきたいと思います。では早速プレイの方始めていきましょう。まず軍勢なんですが、早速出していきましょう。まずは何といってもこの名古屋城に軍を集結させなくてはいけないので、ちょっとやっぱり時間がかかるんですよね、名古屋城まで軍を進めるのが。となるとできるだけ強い軍勢というよりかは数が多い軍勢を出していきたいので、鍋島隊、鍋島は強いんでね、直重に関してはこれを出していきましょう。で、これに加えて、村中城からさらに2000を出せれば、1万ぐらいの軍勢は工面できるかなという感じになりますので、兵糧がちょっと足りなくて出陣できないな。ちょっと一旦無駄にしてしまいますかね。お、兵糧提供か880、これで出陣できるかというとできないよね。もうちょっとまとまった兵糧が必要になってきますよね。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。兵糧も今は用立て不可能だな。そしたらまずは忘れないうちに取引で米を買っておきましょう。で、その上でこれまた忘れないうちに先に出陣をしておきましょうと思ったけど兵糧不足。そしたらちょっと軍を少し減らして1600、どうしてもやっぱり兵の数は必要になってくるので、致し方ないところにはなってきますね。松野重元が今橘山城の城主代理を務めてくれてる感じだな。そしたら建設を入れていきましょうか。外交に関してはそろそろこの辺りの国々とも同盟を結んでおきたいですよね。石田家とは同盟済みでね、久喜家とも同盟済みなので、そうなるとあとこの辺りの大大名で言うと、金ヶ崎、大谷、丹羽、織田、この辺りはいいかな。あとはどうだ、上杉家が持つか持たないかって話もあるよね。兵数3375だとちょっと厳しいよな。ちなみに徳川は兵数8万で、石田家は兵数7万、かなり拮抗してきてますね。あと豊臣もそれなりというところにはなってますね。で、宇喜多も4万ある。で、毛利は6万、小早川は1万7000。もうちょっとやっぱ兵の数が欲しいな。大谷隊がここで、清洲城攻撃してるんで、大谷隊が消えたら即座に出陣していきましょう。
ご命令ください。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。名古屋城に3900。これは天然要請を出しましょう。即座に。堀尾隊か。堀尾隊が浜松城から3900。これは退けるの結構苦労しそうだな。しょうがない。三成にも援軍をお願いしましょう。でこちらはというと、この隙に清須城を取るというね、ちょっとこすい作戦ですけど、一気に合戦に持ち込みましょう。援軍欲しいな。ここは進め。続け。かかれ。ただ今包囲状態にはないので、このまま清洲城の攻撃を続けましょう。まあ、この間に名古屋城が落ちたなんてことになるとあまりね、笑えないですけどね。城門を破壊しました。やるとするか。福島家と小早川家だと、まあ、価格でいうと小早川の方が上ですからね。小早川秀明は、皆さんご存知かもしれないですけど、秀吉の正室、ねね様のお兄さんだったかな、お兄さんかなんかの息子なので、まあ、秀吉からしたら甥、秀明からしたら秀吉は叔父なので、まあ、本当に一門衆ですからね、豊臣の。まあ、そう考えると、価格は上なので、格下の福島家を滅ぼしたという形にはなるんで、福島家の家臣団をこのまま吸収しましょう。逃げるなら今のうちだ。敵将捕獲した。止まれ。続け。あとは援軍要請できるところがあるかな。名古屋城に再び織田秀信のところから援軍を要請しましょう。上杉家が徳川に滅ぼされたか。持たなかったですね。まあしょうがないよね。東北方面では唯一と言っていい勢力でしたからね。名古屋城に8100は持たないぞ。しょうがないな。さらに援軍の要請を出していくしかないね。刈谷城とかあの辺りに軍が進められれば一番いいんだけどな。で味方はどこまで来てるんだ。やっぱね、上洛するまでに時間がかかってしょうがないですよね。ちょっとまだ時間かかるな。8100が支えられるかという問題だな。一応石田隊も出てきてくれているので、まあ、支えられるとは思うんですけどね。助け立ちしよう。おお、これは明茶家の話ですね。武将でありながら天下有数の茶人であり、数奇者として茶器の収集でも名高い。自らも茶器製作を手掛け、大胆で何者にもとらわれない作風は、織部好みと呼ばれ現代にも伝わると。
ということですね。これであれですよね、7つの、茶器を集めろみたいな、確かそういうイベントだったかなと思うんですけどね。で、天下人が己の意を示すにはやはりも他の者が持たぬものを持つことが一番でございましてということになってますね。あ、3つですね、天下に3つの名高き茶入れがあるのでそれを集めろということになっています。まあ集める集めないは別にして、一応じゃあ進めるは進めましょうか。長野城にさらに山の内対900か。池田としばらくはつばぜり合いが続きそうだな、こうなってくると。で、小早川秀明は政宗に匹敵する名声ね。よしよし、ご命令ください。報告いたします。毛利高政のところに千柳直盛殿を与力にしたいという話か。ちょっと今厳しいんだよね。先月の終始です。報告いたします。立花家との同盟は続けます。有馬家との同盟も続けます。まあ基本同盟は全て維持、あくまでも目的は家康の首ただ一つですからね。そしたら配属で名古屋城から清須に人をちょっと入れたいけど、清須に人は入れられないと。そしたら秀明自ら入るかな。で、それとは別に進出系を入れておきましょうか。うわ、名古屋城はまだまだいろいろできるね。こうやってみると、なのでしっかりやっていきたいけど、今はそもそも戦闘中だから何もできないっていう感じかな。あと進出のコマンドが打てるところがあれば打っていきましょう。あと2回かな、3回かなっていうところですね。ちょっと立花山城はめんどくさいな、ここをそのいわゆる直轄としてアーダコーダーするのは。福ちゃんに立花山城の代官をやってもらいましょう。よし、これでかなりの武将の数が補充できたな。助かりますね、こんだけ、武将の数が補充できると。しかも家事再造とかもいるし、これでだいぶしばらくの間困らなくて済むね。で、三成の石田隊はどこに向かうかというと、松倉城に向かってるんだな。どちらかというと池田隊をね撃破していきたいところなんですけどね。援軍の要請はもうできないよね。清洲城か、しょうがない、清洲から援軍出しましょう。
ご命令を報告します。これが先月の収支ですね。報告しますね。土田御前なるものが入ってきたな。そしたらちょっと一旦ここで与力の割り当てをしていきましょうか。秀兼正直高政、斎藤福家にちょっとさすがに人が少なすぎるよね。そしたらここには柳生兵庫之助、もったいないね。長尾、徳永、石川、まあ、この辺りを出しておきましょう。で、清洲城にもかなりの数を移動させておきましょうか。土田御前、兵庫之助、あとは部統率が高い金松ぐらいは残しておきましょうかね。あと梶才蔵を入れておいて、あと織田2人を移動させましょう。だいぶだいぶ元気になってきた感じはあるね。あと寝室がもう一本打てるので寝室を入れておきましょうね。いや、名古屋城はかなり大きくなるな、これ見てると。で、砂鉄も取れるしね。で、城の防衛はこのまま任しておいてだ。いや、でも数的にはちょっとピンチはピンチだけど、なんとか退けられそうかなっていうところまでは来てますね。逆にこれね、池田を攻めるとなると軍勢の数が少し足りないですね。軍勢の数がもうちょっと数があると攻めやすくはなるかなと思うんですが、味方の軍がどこまで来てるかというと3900、もうちょっとだな、もうちょっと時間がかかるかなという感じですね。ただこれ軍勢が集まり次第、今度は逆に池田の刈谷城の攻撃に入りましょう。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。三輪家との同盟も続けますと。連合が続く限りは少なくともその工作で信用を上げていく必要がないので、すごく楽なんですよね。連合は続いてるでいいんだよね。連合終わったら終わりましたって言ってくるからね。キヨスもさすがにさすがにでかいな、城自体は。で、例によって米がなくなってきてるんだな。そうなるとちょっと米の買い付けをしていきましょうか。何なりとお申し付けよ。毎度大きに逆に石田隊が刈谷城を攻めてるんだな。これ美味しいところ攻めるな。じゃあこちらは岡崎城攻めに入りますか。
とするか。まあ三成のところとは、まあことを構えるつもりは本臨在ないのね。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。金はないけあるけど木材がないんだな。こうなってくると進出をして、来たるべき時に備えていくぐらいしかないかな。吉政隊だけだな。じゃあ岡崎城に対して城攻めを行っていきましょう。このまま順当に蹂躙していけば活路が見出せるな。よし、田中義政隊は壊滅させたので、ここもちょっとまだ取り囲んではいないので、このまま城攻めを行っていきましょう。岡崎城を取れれば次はさらに三河の奥深くへ進攻が可能になるので、だいぶだいぶ家康の方に近づいてきますね。家康とまともにね正面決戦する力はないので、やっぱり三成と歩調を合わせていかないといけないですね。敵城門突破しました。小早川だけ突出しすぎると家康との戦いをの、まあ、前線を、まあ、担当する羽目になって疲弊するだけになるので、まあ今回みたいに一つ城を取ったら一つ三成に人を、城を譲り、一つ城を譲ったら今度はこちらが城を取るっていうような形で、領土を広げていけば、まあ家康と対峙する時も三成と共同戦線を張れるかなというところになるので、まあちょっとまずはねそういう方針で、行きたいなと思います。なのでこのまま三河奥深くへと進行しつつ三成との歩調を合わせるというところになりますね。これが戦の作法よ。敵将捕獲した。なので吉田城まで兵を進めるかというと、吉田城はちょっと任せたいかなという感じもするよな。なので岡崎城には兵を残して撤退させましょう。長島隊と松野隊を残して撤兵していきましょうか。小早川隊は騎乗。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。岡崎城にはそうだな、福島、福島を入れておきましょう。こうやって見ると本当に多いですね。清須、名古屋あたりは
なのでちょっとここは名古屋は家を一つ建ててあげましょうか。名古屋城に関してはそうだな、で加入武将としては6人ほど配備して名古屋城の事業は任せちゃいましょう。で逆にね、岡崎城はこちらである程度コントロールしてあげたいなと思うので、岡崎城のコントロールのために福島正則以下福島を入れたという形になりますね。で材木がないんだよね、きっとね。そうだよね。で米もないので米の買い付けをやっておきましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。真田が徳川に吸収されたか。まあこれもしょうがないかな。かしこまりました。前田家はちなみにどこの連合にも所属していない。いや違うな、そもそも今連合が終了してるね。なので再び連合を組んでいきましょう。連合は確か3年間だったかな。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。連合を結成していきましょう。標的はもちろん家康ですね。で名手をどこにするかなんだけど、まあ、名手はやっぱり豊臣にしておいた方がいいんだろうな。で、誘うところですが、まあ、軒並み全部誘っていきましょう。九州の全大名に毛利を加え、長宗我部、生駒、宇喜多、吉川家、もちろん石田、大谷、丹羽で織田ですね。さらにはこれは美濃の織田家、さらに小野寺家か。まあちょっとこの辺りは厳しいだろうな、きっと。あと久喜家ももちろん誘いましょうか。これでまあ西側ほぼ全部は誘いましたね。言えるのはこの後連合を再結成した後どうするかっていうところなんだけどな。普通に考えると徳川との決戦をするには少しまだ戦力不足かなというところなんで、ちょっとそこは見極めながら池田を滅ぼしっていう順番にはなりますかね。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。さあ大連合を組んだので、まあこれでまた東軍対西軍の勢力的なものは成り立ったはず。かつ今のところそうか、敵方の方は連合を組んでないね。さらに池田と堀尾は同盟4ヶ月が残ってるぐらいか。で徳川がちょっとやっぱり邪魔くさいですよね。徳川の戦力を見ると9万2000まで膨れ上がってて、石田が8万5000か。まあ、ただもうそれぞれその勢力を拡大する余地っていうのはあまり残っていないはずなので、まあ、石田に関してはこのまま刈谷城を落としてくれればこの先の道がある程度開けてきそうな感じもしますね。
さあ刈谷城がこれで石田家のものになりましたと。で石田が次どこ攻めるかだよね。このまま行くと石田はどこも攻めずに終わりそうな感じもするよな。となると援軍の要請で石田にこの吉田城取ってもらった方が楽だな。で吉田城取ってもらったら今度は逆に浜松城をこちらが取るという交互の戦法ですね。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。はい、では、時間がいい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。